じゃあスパルと申します。おはようございます。本日はアプデで強化されたヤドランとしっぽ料理の生かし方、こんなテーマを無課金プレイヤーパルの独断と偏見でお話ししていきたいと思います。先日行われたアップデートバージョン 1.5.0 でヤドランの食材確率が 1.3 倍になる調整が入りました。食材確率アップ M が 1.36 倍ですからね、実質すべてのヤドランに食 M がついた、そんな感じです。これによりヤドランの尻尾集め力がどうなったのか、また実戦で生かすにはどうか、このあたりをレベル60で尻尾を解放できることで有名な食材タイプのメタモンなんかと比較しながらお話ししていこうと思います。それでは参ります。ということで、ヤドラン、メタモン、そしてヤドキングの尻尾三重士に集まってもらいました。全員レベル60、無補正、睡眠時間9時間で3食付きの想定です。計算ツールはポケスリ攻略さんのものを使用しておりまして、ヤドラン、ヤドキングの元気エールはこの3体で均等に分け合っている計算となっています。ご了承ください。ということで、レベル60になってムキムキになった尻尾の数見てまいりましょう。こちらです。ドーン。なんとヤドラン、1日で炙りテールカレー1食分の尻尾を集めてくれるみたいです。食材タイプのメタモンに匹敵するほど尻尾集められるみたいですね。飴の集めやすさなんかを考慮すると最も頼れる尻尾担当と言えるでしょう。ということで、レベル60に向けて育成頑張ってまいりましょう。今日も元気にいってらっしゃい。と、危うく動画を閉じるところでした。皆さん的にはいかがでしょうか。パルの率直な感想は少ないなぁでしたね。え、10本集めるのも大変なのは知っていたんですけれども、最強食材、美味しい尻尾、やっぱりね、一筋縄では集まってくれないみたいです。しかもね、ヤドラン、ヤドキングと食材の数ほとんど変わらないみたいなんですよね。まあ、とはいえね、今まではヤドキングの完全介護官といっても差し支えのないステータスでしたので、ヤドキングを上回る強みができたっていうのはね、純粋に嬉しいところかなと思います。ちなみに全員に食材確率アップ M を持たせるとこんな感じ。レベル60食 M であれば、1日10本は超えてくれるみたいです。いやね、リリースから9ヶ月ほど、最強食材の美味しい尻尾ですけれども、今やね、瞑想スイートサラダを育てれば、特選リンゴでも尻尾のエナジーを超えるようになったりもしています。レシピも頻繁には作れず、レシピレベルを上げるのも一苦労なので、そうなるとね、エナジー的な有利もそれほどつかなくなってきてるわけで、決して使い勝手のいい食材とは言えないんですけれども、とはいえね、食材単体スペック最強であることには変わりありませんので、パルが思いつく尻尾料理の生かし方3つほど挙げてみたいなと思います。1、デザートで貯める。2、海流とセット。3、未来への投資。人によってはね、非常に有効に働くかなと思いますので、ヤドン好きな方、ぜひどちらか検討してみてください。まず1のデザートで貯めるですね。美味しい尻尾はデザート集で使えるレシピがありません。そしてヤドン系の第一食材はリラックスカカオ。デザートではカカオの援護をしつつ美味しい尻尾を蓄えましょう。カレーサラダが来た時に、例えば月曜日に一気に3食尻尾料理で高いエナジーを確定させていくなんていうのは王道のルートと言えそうですね。ラピスラズリ解放前くらいはね、尻尾料理しっかりと最強格のレシピでありますので、ヤドン系の育成のしやすさも相まって、比較的序盤から尻尾料理の強さを堪能することできるんじゃないかなと思います。最近始めたばかりの方でもね、ヤドン系の飴結構全ポケモン中でもトップクラスに溜まっていくような体感がありますので、尻尾解放目的でヤドンをゲットしたらとっても実戦向きな子だったなんて場合は、いっそスタメン検討してもいいんじゃないかなとすら思ってます。そして2、海流とセット。前回の動画でね、海流のハーブ個体は現状の無課金には持て余しがちですよね、というようなお話をしました。ですが、尻尾料理が入ってくるならば話は別です。明確にハーブの使い道ができますので、無課金 AA 海流のベストパートナーはヤドン系統の可能性、大いに考えられます。今回のアップデートで元気エールが元気の少ないポケモンを対象にしやすくなったこともあり、元気チャージのミニ流系統と一緒に組ませても腐りづらくなったんじゃないでしょうか。サブスキルは強いんだけど、ハーブのミニ流を育てるのはちょっとなぁと思ってる方、相方としてヤドラン、ヤドキング強そうです。最後に3、未来への投資。美味しい尻尾、若草コーン追加のタイミングで新レシピが追加されなかった食材の一つです。他には大豆、ネギ、キノコなんかがありますね。
このままだとね、さすがに食材間格差がとんでもないことになってしまうかなと思いますので、いつか追加レシピが来るはずと予想しています。それこそメタモンのレベル60美味しい尻尾3つはメタモンというポケモンのアイデンティティに関わるほどの重大な要素だと思ってます。自分でもね育てているのでわかるんですが、メタモンってねやっぱりこう他の無進化ポケモンたちと比べるとちょっと物足りないステータスなんですよね。きっとこう運営さんがネギと尻尾を警戒しているというか、特別な扱いにしようとしてるんだと、まあ私は信じております。ですので、まあまず間違いなく追加レシピで尻尾が輝く時が来るっていうのはもう秒読み段階というか、まあ十中八九おおむね決定的と言っても過言ではないとする向きあるのではないかと私は考えております。しかもね、美味しい尻尾って甘みのある食材であるとされてるんですよね。じゃあデザートに使えて叱るべきですよね。叱るべきなんです。つまり今後の環境、皆さんが血眼になってメタモンやヤドンを大量捕獲する金銀時代のロケット団みたいな状況に令和の世の中でなるんでしょうかね。まあ急に不安になってきたんですけれども、まあとにかくヤドンやメタモンを今育てているということがどこかで報われるターンがきっと来るはずなんです。このポケモンたちを育成していないとアクセスできない食材でありますので、今後他のポケモンたちが集めるようになるともちょっと考えづらい。それこそがヤドンたちの最大の強みなはず。彼らは可能性の獣なわけです。まあそんな感じでね、謎に熱く語ってまいりましたが、実際ヤドンの飴はなんか気づいたらめちゃくちゃ溜まっておりますので、ヤドンの有料個体に巡り会えた際は、まあ育てるまでいかずともぜひね、育成の機会を伺ってみてほしいなとは思います。そんなアプデで強化されたヤドランと尻尾料理の生かし方でした。ぜひね、実際にヤドンを育成されてる方、どんな風に活躍してるか教えていただけますと幸いです。私もね、ヤドン、次にゲットするとフレンドレベル10となってきておりますので、虎視眈々と活躍のチャンス伺っていきたいなと思います。ということで、そんなヤドンが出てくるかもしれないヤサレポをやっていきたいと思います。ヤドンは次から金スキル、メタモンも育ててるし、来週からはキュアワーも来るということで、ラピスラズリスヤスヤ熱くなってます。どうぞ。じゃあということでアサレポやっていきたいと思います。270日目に入りました。見ていきましょう。まあ、丸9ヶ月くらいということで、リリース初日からやられてる方はね、もう間違いなく丸9ヶ月入っているはずですよね、きっとね。そんな感じなのかなと思います。ということで本日は久しぶりにぐっすりタイプとなりましたね。最近ね、こう朝一やっぱ起きる直前に結構うとうとしているのか、スコアがね100出ないこととかもちょいちょいあるんですけれども、今日はなんか大丈夫だったっぽいというところなんですが、結構このぐらいのランク帯のぐっすりタイプね、相当似てそのリサーチが事故る可能性があるんですけれども、本日は8839万9300で星3ネガオなしとなりました。星3ネガオがないということは、おそらくカメールの星3ネガオが来ていないという示唆でありますので、きっとねお腹の上ねないしは星2ネガオが強いんじゃないですかね。お腹の上ねがいい子を引っ張ってきたのではないかなと予想します。そんなぐっすりタイプ久しぶりです。見ていきましょう。リサーチへ。キテルグマもね、お腹の上の星さんまだ来ないはずなんですが、誰がいるかな。お腹の上ねトゲピ、これはもしかして私の想像を絶するぐらいの下振れリサーチ来ました。可能性大いにあるなということで、トゲピーのお腹の上ねスタートです。トゲピーもね、ちょっとフェアリータイプね、あのフラワーフェスで来たりしますし、指を振るがね何にせよ私大好きなので、ちょっと使ってみたさありますね。そしてヤドランたちと一緒に強化されて欲しかったなと思わなくもない。そうなんすちゃん。さあ周りぐるり見ていきましょう。星にネガオがあと2つなんですけど、そこが強くないともう無理ってことなので、キテルグマ2体とかよろしくお願いします。さあ見ていきましょう。結構運命的なリサーチ、こもらないね。ゼニガメカーメックスの星にこもらないねが来てくれました。なるほど、あなたがいて、しかもエルレイド見えてる。星1でも強かったパターンか。よかったよかった。エルレイドって星1でも相当強かったもんね。あ、礼儀正しい、かっこいい。ということで、エルレイド星1でもめちゃ強の寝顔となっております。礼儀正しいね。こうね、寝顔こそは進まなかったわけなんですけれども、これはなんとなくこう最低限のリサーチになってそう。なってそう。でっかい、キテルグマちゃん、なってそう。もう一体いる。終わりかなこれで。オッケー、ちょっともうカウントをねミスりまくりましたけれども、あ、なんとかなんとか
なんとかでした。で結構なんとかなったのかなというようなリサーチでしたね。ということでね、まとめてリサーチしておやつタイム入っていきましょう。とはいえこれでもあれなのかな、こう総リサーチ EXP 的には眠気パワー欠損が出てそうかな、多少出てそうな感じなので、やはりねこれぐらいのランク帯のラピスラズリぐっすりなかなか魔境となっていますね。すべてのポケモンのリサーチ完了です。さて本日ヌイコグマがおりませんでしたが、ゼニガメがいるのでぜひゼニガメを狙いに行きたいと思ったら、お父さんかお母さんかわからないけどの方にチャンスとなりましたね。カメックスね、私直でゲットした子直でゲットした子ね1体いるんですけどね、ミルクミルクだったので、ぜひ超成功からのミルクカカオよろしくお願いしますカメックス。さあということで、まあさすがに大成功ですね。いずれねまたカメックスをね直でゲットする未来も見ていきたいかななんて思ってます。ちなみに2体目に直でねゲットした子もレベル30にしましたので、今うちのボックスにはレベル30のミルクミルクカメックスが2体という、ミルク超飽和時代なんですけれども、その他ねミルクを生かすレシピを他のポケモンたちでね回せていないので、結構腐りがちになってしまっているという、なかなかちぐはぐな状況であります。どこかしらで、まあね、どこかしらで絶対ミルク使うことになると、今後もねシチューとかミルク必須じゃないですかねえと思っているのでね、どこかしらで活躍の機会伺っていきたいなとは思っております。今回のねおやつタイムはこんな感じで終わりにしていこうかなと思います。ねゼニガメゲットまで、まあ、目指してもいいかなと思うんですが、まあ一応来週もラピスラズリにいるつもりではありますので、またねどこかのタイミングで、ヌイコグマが出てこなかったら次の狙いがププリンゼニガメになるかなと考えているので、そういったタイミングでねゲットしていきたいなと思います。ということで、寝顔の強さ的にはエルレイドの方がカメックスの星に寝顔よりもレアリティ上というような判断になってるみたいですね、ゲーム上では。ということでレアリティ順こんな感じとなりました。いやラルトスの飴ぐっすりタイプでも補給されるのありがたい。昨日ねラルトス系列ね出てこなかったので飴非常にありがたかったなという感じです。ということでリサーチ XP 夢のかけらこんな感じとなりました。まあ、若干少ないぐらいで済んだのかなというようなところですね。そんな魔境ラピスラズリぐっすりこれぐらいのランク帯でありました。明日明後日はもしかするとねマスター6までいけるのかなというところなので、ぜひうとうと海流チャンス狙っていきたいところではあるんですけれども、まあいつも通りねお休みしていこうかなと思います。そんな睡眠リサーチでした。本日はポケモンのゲットなし。さあというわけで戻ってまいりまして、本日はねヤドンヤドランではなく、まあアップデートで強化されたポケモンで言えばウソッキーが来てくれましたね。まあゲットはしなかったわけなんですけれども、何やらねウソッキースキル的にはエーフィー並みの期待値になったみたいです。情報修正されて、まあさすがにエーフィーにはねもろもろ届きませんが、結構思い切った調整だったんじゃないかなと感じました。エーフィー並みの期待値があるってことは、まあほぼ最強って言ってるのと同義なので序盤でねつよつよウソハチをお迎えした方なんかは無双ルート入ることができますので、チャンスがついた際なんかはね狙っていってもいいんじゃないかなと思います。いろんなポケモンたちがね本当にしっかり輝けるように調整されてて嬉しい限りです。ヤドランのね食材確率ももう少しヤドキングと差別化されないかななんて思ったりはするんですけど、どうでしょうね。まあそんなわけで今回ヤドラン回というか、まあ美味しい尻尾をフィーチャーした回となったわけなんですけれども、結構ねヤドン系とカカオとトマトも偉いなと思ってるんですよね。ヤドンたちね第3食材にトマト5個がありまして、結構ねこれがバカにならない数になるんですよね。今画面に映しているのはレベル60食材確率アップ M 持ちの皆さんなんですが、ヤドラントマト20個悪くなくないですか。まあねこれは3人で元気オールを分け合っている想定なので、実際はそれなりに減っちゃうかなとも思うんですけれども、カカオとトマトの組み合わせも一応絶対眠りコンビですし、トマトも若草サラダでも結構大量に必要だったり、例えばカメックスがレベル60でカカオをあんまり拾わないパターンの場合はサポートができたりと、それなりにね実用性あるんじゃないかなと思ってます。あとはねそれこそヤドラン水タイプでありますので、もしスイ君がお手伝いブースト水だった場合はヤドランヤドキングの両採用もまあありえたりしますよね。まあそのパーティーが強いかどうかはちょっと分かりかねるんですけれども、実はね環境的には尻尾がどうなるかっていうのがちょっと読めないだけで、持ってる要素自体はしっかり強いので生かす方法はいくらでもあるなと感じました。
本当にね、飴が集まりやすいっていうのは無課金的にはかなり強い要素だと思ってるので、ちょっとね本気で検討してもいいなって思わせてくれるぐらいのスペックはヤドラン・ヤドキング持ってると思います。今回のアップデート、ヤミラミ・マルノームはある意味ね2度目の強化とも言えますので、もしかするとヤドランやヤドキングにもさらなるアッパー調整あるかもしれませんね。ほんのちょっとだけ期待して今後もヤドンにサブレ上げていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。いつも温かい元気エール本当にありがとうございます。それではフラワーフェスティバル前の食材準備、結構てんてこまいな私ですが、明日もねしっかり準備して来週楽しみたいなと思います。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。